吉川元長は、戦国時代から安土桃山時代にかけての武将。毛利氏の家臣で、吉川氏当主。父は、吉川元春。天文17年、吉川元春の着難として生まれる。その2年後に父母と共に、小倉山城に入り、同年中に、日野山城へと移った。ここで幼年期を過ごす。永禄4年1月7日に、おじ。 毛利隆元の果敢により元服し、吉川昭友、二郎元助と名乗った。A68 年から始まる合算と打場の戦いにおいて、いとこの毛利輝元と共にウ人を飾った。その後も父、元春に従って、三陰各地で天子勝久や山中高生ら天子志山東との戦いを繰り広げる。a 6十3年2月14日の布部山の戦いで武功を挙げ、 同年2月18日に、祖父、毛利元成に武功を称された。また、その後は、末継ぐ城、熊野城、三笠山城等の攻撃に父、元春と共に加わったが、元成が病に倒れたため、同年9月5日に父、元春を出雲に残し、照元、高影、元ながらは、秋国へ帰国した。元気3年、自部省有に任じられる。 また、同年7月26日に、山内隆通りの着難である山内元通りと、兄弟の契約を結ぶ。天正元年に元長と改名し、父と共に参院に出兵する。天正元年には所領に万徳院を混流した。同年稲葉国に進出した天子山東の征伐を行ったが、天子山東は必要に再起を繰り返した。しかし、 天正六年の甲月城の戦いで、天子勝久や山中高生らを自陣させもしくは、これを処刑し、過根を断つことに成功している。天正九年には、織田信長法の橋場秀吉に行為された、吉川京家が籠もる鳥取城の救援に向かったが、兵力差のために手出しができず、元春率いる本体を待ちきれずに、鳥取城が降伏し、吉川京家は自陣した。 天正10年6月、本能寺の変を契機として、橋場秀吉と毛利氏が和睦すると、秀吉への姿勢において、照本、小早川隆景と元春の間に差が生じたため、元春は12月20日に隠居し、以後は元長が家徳と吉川氏に伝わる重宝を継いだ。翌天正11年7月12日には、照本から3万巻の地を与えられる。 天正13年の四国攻めに加わり、6月27日、小早川隆景と共に、伊予へ出陣。7月14日から7月17日にかけて、長蘇壁元下騎下の金子元宅が守る高尾城を攻撃し陥落させる。高尾城陥落の行により、8月6日に、照本から太ちと馬を送られた。また、うる8月中旬までに、 馬軍と新居軍を平定。さらに、曽根城と大津城を攻略して、北軍と宇和軍を平定した。同年11月下旬、高影と共に、大阪に赴く途上で、堺の玉レンジに滞在し、12月5日には、高影と共に、大阪城で、秀吉に配越して立ち、馬、大高、小城川銀などを献上し、共を受けた。また、 秀吉は12月24日に元朝と高影を豊臣秀治の代に招いて共和し、翌年に九州攻めを行うことを告げるとともに元春の出陣を要請した。翌12月25日には大阪を立ち陸路で秋に帰国する。なお、備中国の河辺川までは黒田義高と八塚家政が見送りのために同行した。 天正14年8月29日、秀吉の九州平定に参陣するため、父、元春と共に、新城から出陣し、10月3日に寺本、元春、高影、日本元宗、吉川京子虎と共に、九州へ渡った。10月4日に小倉城を包囲し、10月5日に攻略する。11月7日、父、 元春が重病となったため元春を小倉城に返し、元長と京子とは小早川隆景、黒田義隆に従って各戦形のこもるウルズ城攻撃に参加する。翌11月8日、ウルズ城攻めで武功を挙げた増田岩章に太ちと馬を送った。11月15日、父、元春が小倉城で病死。十二月十六日に大友義宗の思想から、 援軍要請の書状を受け取り、遠兵を竜王岳に送った。天正十五年四月六日、弟、京子とと共に、豊臣秀長の軍に合流した後、耳川を渡って、根、ね、白坂の戦いに加わったが、同年五月に、日向国で病に倒れた。六月五日に自ら起き上がれないことで最後を悟った、元長は、弟の京子とを後継に推薦し、寺本と、 高影も同意した。同日に、元長は、日向殿の通りの陣中で病死した。去年40、ありがとうございます。